のまま上がっちゃってもいいけど、まだそんなに眠くないな。そうだ、ウォーキングの効果的なやり方調べてみようかな。せっかくやるんだから、ちゃんと効率のいいやり方したいし。その下の動画はウォーキングのフォームかな。ちょっとやってみようっと。再生。あ、ヘッドホン抜かないと。音もなるべく小さくして。さっと本題に入ってくれるのいいな。前置き長い動画とかちょっとイラッとくるんだよね。肩甲骨と骨盤ね。右手と左足と。こうかな。お腹の奥を使ってる感じあるかも。なるほどね。この動画わかりやすいし、効果もありそうだし、かなでに送ってあげようかな。確かに聞いてるだけだとどうやって腕や足を出してるのかわからないかも。それにもう一つのポイントってやつも気になるし。なんでミュートが解除になってるわけ？試しにやってみようって思ってヘッドホン抜いたでしょ。その時じゃない？たまにあるよね。ミュートにしてたのにヘッドホン抜いて、マイクがパソコンのに切り替わったらオンになってたってこと。もう聞こえてたんならもっと早く教えてくれればよかったのに。いやいやいや、作業してたら急に「はい、ウォーキングについて教えます」とかなんとか聞こえてきてびっくりした。こっちの身にもなってよ。多分エナナンが見てるんだろうなって分かって笑いをこらえるのにも必死だったんだからさ。アミヤ、あんた今度会った時覚えときなさいよ。ケイ、ごめんね、作業の邪魔しちゃって。ううん、むしろ動画探してくれてありがとう。さっきのやつ気になるから送っておいてほしいな。うん、わかった。